実は、今月私にとっても新しい挑戦をしました、それは童謡の、レコーディングです。今月歌のレコーディングが終わりまして、数年前から童謡の、言葉の歌詞の言葉の表現の奥深さにですね、非常に感銘を受けたのが童謡に取り組むきっかけだったんですけども、非常に日本語っていうものをもう一回見つめ直すきっかけをくれました。レコーディングの時に非常に難しかったことはその言葉をどうやって自分なりに聞き手に伝わるように歌うかというところで、本当に時間をかけてですねやりました。今回はピアノをですね私じゃなくて、これまた本当に素晴らしいタクトさんっていうピアニストの方に今回お願いして一緒に作ったんですけれども、一緒に人と一緒にやるっていうところでもまた私にとっては、新しい試みで、たくさん勉強になりました。自分のオリジナルの歌にも本当に影響を与えられました。早くですねそういった歌は取り終えて、あとはもうちょっと完成間近なんですが、そちらの方も楽しみにしていただきたいなと思います。で、今日は本当はタクトさんに弾いてもらいたいんですが、私が一曲お送りしたいなと思います。じゃあ歌います。大丈夫ですか？春のうららの姿